いどうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はこちらを引いてきました。一番くじワンピーステレビアニメ25周年海賊王への道。ヒューパパ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 パ。さあ、もうこの一番くじマジで楽しみにしてました。テレビアニメが25周年ということで、そちらを記念して今までのルフィ詰め合わせ一番くじ、激アツすぎる。もうこれ発表終わった時からもう絶対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 引くと、もう僕はもうね、心に誓っていた一番くじでございました。今日はね、それの結果報告をしたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。一番くじの動画もね、いろいろ上げたりしてます。一緒に楽しんでいければ嬉しいです。お願いします。皆さん、この一番くじ引きましたか？いや、もうこれ引きたかった人多いんじゃないですか。特にやっぱね、ルフィファンの人はもうこれ絶対欲しいし、とにかくフィギュア熱いんですよね。さあ、まず結果行く前にですね、最初にどんなくじなのかね、ちょっと説明させていただければと思います。一番くじワンピーステレビアニメ25周年海賊王への道、2024年10月22日から、セブンイレブンやイトーヨーカドーさん、麦わらストアさんなどで発売されましたね。で、大体最近の一番くじって当日はイトーヨーカドーさんで、コンビニは大体セブンさんだと、特に次の日からとか、あとはその発売日の夜ぐらいから並び出しますもんね。なんで僕ちょっとね、日中予定があったので、22日の夜、ちょっと巡って、もう旅出たよ。そしたらありまして、なんとか引けました。ではちょっと、もうね、ご存知の方もいるかもしれないんですけど、改めて、各章を見ていきましょうか。まずは A 章、モンキー・D・ルフィ、マスターライズ・エクスピース。マスターライズシリーズっていうシリーズですね。結構でかいサイズですよね。一番くじ今までも結構マスターライズっていうフィギュアシリーズでしたけど、結構でかめのフィギュアですね。で、それのエクスピースって、これ、ごめんなさい、僕は知らないだけかもしれないんですけど、エクスピースっていうね、またそれブランドでついてますね。で、もう A 賞がさ、もう、We are ya! ポケットのコインのルフィや。できないけどあれ、どうやってやってんのあれルフィ。あのルフィを A 賞がもう、こっからまず熱いっしょ。で、からの B 賞。やばー、マジ。モンキー・D・ルフィ、ギアセカンド、マスターライズ・エクスピース。もうマジ原作再現ですよね。マジでルフィが初めてギアセカンドって言った時の、もうこの煙の感じがマジでクオリティ高いと思う。もうこれ写真からすでに。で、今まで一番くじの一番最初ですね。ワンピースの一番最初の一番くじってルフィのギアセカンドだったんですよ。僕もそれ当時持ってて、実家時代ね、飾ってた覚えがあるんですよ。その時のルフィって、こうじゃなくてこうなんですよね。ちょっと原作と違う。顔をこう上げてるルフィだったんですよね。けどこれマジでこれ原作と同じや。激アツすぎ。で、からの C 賞。モンキー・D・ルフィ、ギアサード。もうだからこれギアが上がってくのよ。ABC と。で、骨風船バーンと。ありそうでなかったですよね、このタイプのルフィのフィギュア。で、からの4は、フォース、ギアフォース。バウンドマンのレオバズーカですね。激かっこよし。で、今までも、このレオバズーカのね、フィギュアっていうのは、フィギュアーズゼロですかね。僕もここ飾らせていただいてるんですけど、同じね、レオバズーカのポーズのフィギュアはあったんですけど、一番くじではなかったですかね。で、ギアフォースと。で、ここまでがフィギュアですね。で、あとはフィギュア以外。もうマグカップとか。あと、今回新しいのがね、この F 賞もちょっと気になってるんですよね。F 賞、アクレクトですかね。アクリルフィギュアのコレクションと。なんか、これまた新しくて気になってるんですよね。で、あとね、他にもまあ、チャームがあったりとか、色紙があったりと。で、もう、ここよ。ラストワン。ギアフィフス。もう、1,2,3,4 と来て、フェフス、全部ある。ルフィ、詰め合わせ一番くじ、最高、25周年記念、最高。というね、ルフィ盛りだくさんの最高な一番くじなわけですよ。でも、このルフィ大好きの、たかしが引かんわけないでしょうが。絶対引くでしょうが、そりゃ。というわけで、もうこれね、売り切れちゃったら怖いと思って、もう初日のね、夜ね、めっちゃ巡って、なんとか引けまして、で、一応、この動画では、まずは ABCD ですね。ちょっとやっぱ初日からラストワンまでは、さすがにちょっと予算の都合もあるんで、まあ、一旦様子見ですよ。まずはちょっとこの動画では、ABCD 出るまで引きました。いや、それも結構ですけどね。いや、もうで、言うたら上位賞全部出るまでですから。で、初日だとやっぱね、僕が行った店舗もうほんと数回だけ引かれてるとか、そういった感じだったんで、またこの動画好評だったら、もちろんラストワン、もちろん狙いますんでね。ぜひラストワンもっていう方はぜひ高評価押しといてください。好評だったら、もちろんそれも動画にしますんで。一旦ちょっとね、ABCD 何回で出たかですよ。いや、これか。これが問題ですからね。というわけで、今回私の狙い ABCD 賞、ギアフォースまでのフィギュア、果たして何回で出たのか、結果、お見せしたいと思います。10回ずつ引きました。まず最初の10連でございます。こちらです。
い、というわけで、10連目。賞まず出ました。激アツ。A から来てくれたよ。このギア順で来てくれた。これマジ楽しみにしてたんで、本当に。これ後ほどあげますね。さあ、続いて20連目です。こちらです。おい、おい、20連目、おい、何にも来ない、おい。まあ、実際引いた時がなんかね、多分ね、6回ぐらい引かれてたのかな。僕もちょっとチラッとしか見てないんですけど。でね、もうね、実を言うと、D 賞がもうなくなってたかな、1個。で、各賞今回2個ずつあるっぽいですね。A が2個、B が2個、C が2個と。だからフィギュア2個ずつで、もう D がなかったんで、ちょっとね、どうだろうどうだろうって、ちょっとね、不安な感じでもあったんですけど、ただま、引かないわけいかないんで、見つけたからにはね。というわけで20連引いて、また1個ですよ。さあ、30連目です。こちら、ここでなんと一気に来てくれた。わあ、もう嬉しい。マジで嬉しい。もうこれほんと欲しかった。もう俺やっぱね、セカンド好きなんですよ、やっぱり。もうここのほんとブルーの線大好きで、やっぱ初めてルフィがこう携帯変化、そういった技をね出したところ、やっぱこのギアセカンドのシーン、そして原作と同じこのポージング。マジでもうこれほんと欲しかったんで。やったぜ。で、からの、でしょかっけえ、ギアフォースギアフォースバウンドバレーをまさかやったー、もうやばい。てか、でかい !B と D が特にでかいっすね。マジでやっぱマスターライズシリーズなだけあって、めちゃくちゃでかいっす。で、多分 D が一番でかいんじゃないこれね。すんごいでかい。さあ、というわけで残すは、あとは C 賞だけ。ギアサードですね。果たして出るのか。40連目。こちらです。というわけで、バーバー C 賞出ました。やったー。というわけで、なんと、被らずにコンプこれ、すごくない逆に。で、しかもなんか40連で4個出るっていう、なんか、めちゃめちゃいいわけじゃないんだけど、めちゃめちゃ悪いわけではないという、ちょうど絶妙な、ど真ん中、やりました。で、なんならこれね、僕10連ずつ引いちゃってたんですけど、もう31回目で出てたんで、いやー、これ31回でやめときゃよかったな。ただ、さすがにね、ちょっと、お店にもね、ちょっと悪いなと思って、もうこの時点で結構何回もお会計やってますから。でも先にね、ちょっとすいません、何回か引きたいんで、とは言ってあって。一応店員さんも優しい方でよかったです、本当に。でね、混んでなかったんで、店舗も。よかったです、ひとまず。というわけで、なんと今回、被らず。いや、どっかでね、被ってもおかしくないなって感じだったんですけど、一個も被んなかったですね。というわけで、なんとか、ゲットできました。開けていこう。いや、マジで、ほん、本当に幸せ。いや、本当にワンピースファンで、本当にルフィファンで、もうこの時は本当に待ってた。なので、あとはラストワンのみ。一旦この動画でちょっと全部開けましょう。というわけで開封していきます。どっから行こうか。順番で行く。でも俺ね、ギアセカンド最後もいいかな。いや、どうしよう、悩む。とりあえず開封していきましょう。そんじゃ行きましょう。開封。はい、こっち行きました。まずは A 賞行きましょうか。いや、マジで。ポケットのコインすぎる。25周年のご褒美すぎる。A 賞いきましょう。モキディルフィーマスターライズ XP ス A 賞。箱前。はい、横。うわ、こっちの角度から見るルフィっすね。はい、後ろ。注意書き。はい、横。あ、横書いてありますね。マスターライズ XP ス一切の妥協を許さない研ぎ澄まされた技の集大成。一番くじハイクオリティフィギュアシリーズと。いいですね。書いてありますね。はい、開けていきましょうか。箱上からの下。いきましょう。さあ、開けていく。いや、マジで。マジで良い。良すぎる。もう楽しみがすぎる。さあ、開けていく。さあ、開けていく。いや、マジでファン冥利に尽きるよな、これ。本当に今まで25周年。ね、原作では27周年ですけど。やっぱワンピース追ってきたからこそのこの厚さじゃないですか。このフィギュア。A 賞とか特にね。さあ、開けていこう。はい、もう。もうめっちゃいい、マジで。マジでいいわ。もう最高なんだけど。いやーもう、ウィーアーやん。ウィーアーのルフィじゃん。すげえ。はい、前。はい、横。なんかこっちから見るの新鮮。はい、横。はい、横。あ、どこが横。もうどこが横かわからん。ここが横。めっちゃいい、マジで。いや、もう本
当にやっぱワンピースやっぱ初期からやっぱ Wii やっぱ聞いてるじゃないですか。いや、あのワンシーンってやっぱ印象的でしたもんね、やっぱり。もちろんあれはね、オープニングなんで原作とはまた別なんですけど、あえてこのギア状態じゃないルフィのフィギュアがここっていうのがもうね、俺はそのチョイスが絶妙で神がかってると思う。やっぱ嬉しいっすもんね、ファンとしては。絶対見たことあるもん、このルフィはね。さあ見ていきましょうか。あ、もうめっちゃいい、どうしよう。最高なんだけど。でね、ちょっとね、このね、指にね、この無限の帽子がくっついてるじゃないですか。マジでここ1点だけなんで、これマジちょっと落としたら折れちゃうと思う。気をつけないとマジで怖いと思った。ここはね、本当にね、もうここだけなんよ。絶妙なバランスでくっついてるから、そこだけちょっとね、これ気をつけなきゃと思ったね。で、これ色味がいいですね。この本当に2年前のルフィの衣装。で、やっぱこれシンプルじゃないですか。もう2年前のルフィの衣装って特に。ね、この赤のベストと、あと青のね、ズボンだけっていう。だから彩色自体もね、すごく難しいと思うんですけど、ちょっとね、ここだけ濃くなってたりとか、陰影はね、こう影の部分ちょっとちゃんとつけられてますね。で、顔めっちゃ似てない？顔めっちゃいいよね。いや、めっちゃいいわ。2年前のルフィかあるな。めっちゃいいな。やっぱ2年後と比べてちょっとね、ほんのちょっとだけ幼いというかね。もうなんかこれもうニュアンスの部分ですけどね、もちろん。そのね、2年前のルフィの感じ、これでめちゃめちゃ出てるよね。で、胴体部分ですね。もうほんとさっき言った通り、もう赤と青だけ。で、このズボンに関しても、まあ、シワがありつつ、ちょっとずつね、濃い部分は濃いと、差し付けられていて、あ、で、ここが真っ白じゃないんですね。あえてちょっとこう、青みがかってるっていうかね。ここはあの、アニメとか、原作でもここ白っぽいイメージですけど。確かに今までのフィギュアでも、ここがね、ちょっと色変わってたりとかしますもんね。でね、これがね、やっぱ印象的なのは樽ですね。樽が2つ、こう重なってる感じですね。で、思ってるより重いですね。うん、この樽が、もうずっしりしてる。だから安定感はもう抜群ですね。だからこれ倒れないようにね。もう絶対倒れない。もう倒れたら壊れちゃうから。さっきのとこ。倒れないぐらいのこの重みあるね。で、樽もいいね。なんかもう樽がいい。この樽だけでもいいぐらい。なんかもう、テンション上がりすぎて。何言ってるか分かんなくなってるけど。いや、樽もいいよね。絶妙じゃないですか。このデフォルメの感じとかもね。いいね。で、足元ですね。足元はもういつもの感じのルフィですよ。ちゃんと草履履いてね。で、これ草履がね、これ裏まで。ちゃんと、もういつも通り、ちゃんとやっぱ草履はいいですよ。ルフィの草履感あるね。いやー、かっこいいね。いやー、やっぱこの A 賞が本当にね、また今までにない感じのフィギュアで、もうこれは本当嬉しかったですね。やっぱりね、出るってなった時から。で、なおさらゲットできて本当よかった。ねえ、もうそれでこそさ、あの、1000話の時、あの、2年後ルフィたちの衣装になってさ、またリメイクされたじゃないですか、あの、ウィーアーが。なんかね、やっぱあのウィーアーってやっぱ特別なんですよね、やっぱりね。やっぱそのね、特別で、伝説のレジェンド曲 We Are がこうやってね一つのフィギュアになるってなるとなんかまた感慨深いものあるというかなんかファンとしてもやっぱりなんかエモいですよねやっぱねかっこいいはいというわけで A 賞ルフィフィギュアでございました。最高 We Are はい、そしたら次はちょっと先に C 賞行きたいと思います。 C 賞アマキリルフィギアサード、いいね、骨風船のとこだよ。行きましょう、箱前、あ、やこやこ、はい、後ろ注意楽器、あ、やこやこ、いやー楽しみだね、またこれも新しいビデオですからね。行きましょうか。ちょっと待って、これやばいかも、想像以上だわ、めちゃくちゃでかい。待って、思ってるよりでかいっすよ皆さん。これ箱的にはねそんなにでかくないかなと思ったんですけど、むっちゃでかい。ちょっと見ていきましょう。前、あ、やこ、あ、後ろ、あ、やこ、いや、これすごいじゃん。ちょ、見てて、見てて。マジで俺のグーよりでかい。俺のグーよりでかいぞ。ちょっと待って、これ本当にデカめの人の手ぐらいあるぞ。これ、おもろいね、このフィギュア。確かにありそうでなくないですか、こういうの。確かにギアサードってやっぱね、でかい分、フィギュアにするときにね、その作り方が難しそうですもんね。ただこれ思い切ったなって感じですよね。よくぞこのシーンをフィギュアにしてくれたって感じ。いや、マジででかい、ほら。本当にでかいんすよ。マジででかめの大根ぐらい。大根より太い、多分これ。でか、じゃがいもとかより全然太いし、マジでイメージ大根ぐらいです。この手で握った感じ。いや、これは嬉しいわ。なんかこれ想像以上だったわ。マジで。思ってるよりインパクトあるし、存在感あるし、今までになかったフィギュアですね、これ。うわ、いいね、これめっちゃいいわ。顔いいっすね。あ、もう手で見えなくなっちゃう、こう見ると。すごいね、顔が。もうブーンっつってもう思いっきし空気を入れて込んでる感がありますね。いや、いいね、原作でもここまでこんなに顔にね注力して見ることないから、すごい新鮮ですね、このフィギュア。
でブーって勢いよくやってるから髪が全部後ろにいってんすよね。いやなかなかこれフィギュアで見ることないからこれ嬉しいね。でまあ麦わら帽子はもちろんねしっかり作られていてちゃんと麦の感じもねありますし、でねちょいちょい腕とかね傷あるんですよ。わかりますかね、ちょいちょいこう造形でね、やっぱこうあのルッチ戦のとこですからね、ルッチ戦のとこですから結構傷がねある状態で、ね、戦ってるわけですから、ちゃんとねこうそういった傷が原作の本当にこの時のルフィをね再現されてる感じありますね。でこの手よ、あーでかい、でんぴんすごいよ、すごいすごい手だけ、なんこれは何の動画ですか、これは今何の動画でしょう。これだけ見たらもうわけわからんね。いやすげえ、これマジやっぱ手がすごいね、マジででかいし、でちゃんとねこれただただねルフィのこの拳があるだけじゃなくてこのやっぱ造形でこの傷がちゃんとね作られてるんですよね。だからやっぱあの時本当にルッチとのね死闘を繰り広げてたあの時をこう再現してますよ。うわすごいな、これ思い切ったな、これ嬉しいな、これ確かにサードのフィギュアってないっすもんね。すごいわ。でもここのシーンもまさにこれ25周年だからこそこういったね遊び心あるねフィギュアもできるわけですよね。あでやっぱこれズボン黒なのがいいですね。ちゃんとこれあの NS ロビーのルフィの衣装ですね。ちゃんとねあの時の衣装ですよ、ルフィのこの黒でね。わだからその辺もちゃんと再現してんだな。だってねさっきのルフィやったら青かったですもんね、衣装はちゃんとね。いやめっちゃいいこれ。でちゃんとね草履も作られていて、で台座がありますね。さっきは台座なかったけどこれはしっかり台座があって、でこの拳をこう支えてるんですね。ここが一番重いから、いや結構重いですもんだってやっぱこれ。いやーこれ嬉しいね。今までいろんなルフィのフィギュアね出てきて諸々ねゲットもしてきましたけど、これ下手したら一番インパクトあるかも、なんかそんな感じするよね。ここまで全振りのね商品ってあんまないじゃないですか。でちゃんとルフィらしさもあるしね、この左腕でね、この右手にね意識行きがちですけどこれ左腕もいいですよね。原作もこんな感じの角度でしたから本当にめちゃくちゃいいわこれ。はい、というわけで C 賞ギアサードフィギュアでした。骨風船。はい、ではお次は D 賞いきましょう。ギアフォースですよ。いやこれもめちゃくちゃかっこいいですねやっぱり。でね多分今回で一番箱がでかいですね。だからちょっとどのぐらいのボリュームなのかってとこもちょっと気になりますけど、開けていきましょう。箱前、はい横、後ろ注意書き、はい横、さあ開けていきましょう。いやでかいわマジで。もうだってちょっとギリギリだもん、カメラギリギリ映ってる、まあ、映ってないね多分全部ね。さあ開けていく。いやちょっと待って、でかいでかいでかい、めちゃくちゃでかい。あやっぱでけえわ。うわすげえすげえ、存在感えぐ。うわもうすごい、開ける前からもうすごいでかい。あいめちゃくちゃかっこいい。いやすげえわ、やっぱボリュームえぐいっすね。いやギアフォースこれすげえわ、かっこいいわ。やっぱ箱がね一番でかいだけあって多分一番でかいかな、サイズ的にはね。いやこれ上にも横にももうでかいですよ。見ていきましょう、前横、いやマジこれマジすげえでかい、もう揺れてる揺れてる、後ろ横、はい見ていきましょう。これすごくないっすか、もう前にも結構出てるんですよ。まあそうですよね、ルフィがこうね腕を前に出してるから、レオバズーカでギアフォースでねこれ出してますから、まあそれはそうなんだけど、やっぱこのね前から見るよか、やっぱ横から見た方がねやっぱこんだけでかいんだぞっていうのがこう伝わりますよね。だって上もね、このギアフォースのこの羽衣もこれ結構高さもあるんですよ。だから存在感がえぐいっすねこれ。一番くじやっぱねでかいフィギュアほんとでかいですけど、なんかそれに引けを取らないこの存在感あるわ、このルフィすげえわ。いややっぱかっこいいな、バンドマンかっこいいな、いいですねギアフォース。ちょっと見ていこう、はいもう顔最高めちゃくちゃかっこいい、気合い入ってるいいですね。歯食いしばってドフラミンゴにねレオバズーカダーンってやった時のこの感じですね。原作だとねあれ背中から描かれたりもしますけど、ルフィこんな顔してんだっていうねこのかっこよさで、髪が後ろにボーってねその勢いでなびいて全部ね髪が後ろに行ってますけど、めちゃくちゃいいね、顔めっちゃ似てるわ、かっこいい、歯食いしばっていいですね。でからのねこれ麦わら帽子がこのちっちゃいのがまたいいですよね。やっぱギアフォースになった時ねでかくなりますから、そんな感じで麦わら帽子がね他のルフィに比べてやっぱちょっとちっちゃく、その相対的にねサイズ感こう調整されて、これちょこんと乗ってるのがまたなんか可愛いし、ちゃんとねその再現されてる感じもありますしね。でやっぱこれなんといってもドレスローズといえばこのひまわりのシャツですよ、やっぱりね。だからやっぱほんと今回の一番くじはもう25周年分やってるっていうことで、ちゃんとそのシーンそのシーンの再現ですね、衣装も含めて。さっきのねギアサードもズボンね黒かったりしますけど、このルフィはちゃんとこのシャツ着てるよと。で羽衣もすげえマジで
ただただ白じゃなくてね、ちょっと青っぽくね、彩色も入ってんのかな。この辺とか青いですよね。やっぱね、こうやって彩色がいろいろ違うことによって立体感も出ますし。だからクリアパーツでない感じですかね。結構ルフィのギアフィフスのフィギュアとかで、この間の一番くじかなとかだと結構この羽衣がね、クリアパーツだったりもしたんですけど、今回クリアではないですね。いやー。でもやっぱこの煙は煙でね、やっぱ存在感ありますよね。で、あとなんと言ってもこの腕、ギアフォース、バウンドマンのこの筋肉風船の感じね。筋肉むちゃくちゃ筋肉って感じするね。いや、ちょっと今回のフィギュアこれ赤み多めでね、こう塗られてる感じですかね。結構フィギュアによってはこの武装色の色って結構暗めだったり、まあ、ほんと黒が多かったりするんですけど、結構このルフィに関しては結構赤みが強い彩色ですね、色がね。いや、でもこれはこれでまたいいっすね。で、やっぱね、腕はね、武装色の効果って形で、結構ね、こう、艶が出てるんですよ。見てください。こことか結構ね、マットというかね、艶がないんですけど、腕に関しては結構艶があるんですよね。でそのあたりもちゃんとしっかり武装色のね、この効果のこの艶がね、しっかりこうフィギュアで再現されてるわけですよね。で、中でもね、これちゃんと血管がね、あるんですよ。これ映ってるかな？血管がちゃんとね、あるの。なんかそのあたりがまたリアリティ増してかっこいいですよね。で、この手よ、マジかっこいいね。手がかっこいいな。力強いっすね。でかいし。で、結構内側は結構暗めで塗られてるかな。結構黒多いっすよね、真ん中はね。ここでね、この遠近感もこうつきますし。いや、かっこいいわ。で、やっぱりバウンドマンといえばね、上がね、結構まん丸の感じで、上半身はね、ルフィ、姿がね、変わりますけど、下半身をこうちょこんとしてる感じね。なんかギアフォースらしいっすよね。バウンドマンでこの足でガイン、ガインって跳ねるわけですから。ただ、細いんだけど筋肉はすごいっていうね。やっぱギアフォースの特徴ですよ。で、足もいいね。足もちゃんといいね。あれ、この時裸足か。あ、そうだ、裸足だわ。バウンドマンだったら裸足なんですよね、ここね。そうだ、そうだ、ドレスローズこれ脱いでたわ、ゴインゴインって。で、これで犬の次第でアドーンって蹴ってましたもんね。で、このね、ギアフォースのフィギュアはもう結構しっかりとした台座があります。もうね、重いんですよ、やっぱり。重い分、結構しっかりと支えないといけないってことで、台座は結構ね、しっかりしたのがありますね。ただ、クリアパーツなんで全然目立たない。いやー、めちゃくちゃかっこいいな。やっぱフォースもかっこいいんだよな。ルフィらしさあるし。で、やっぱこのレオバズクのやっぱこのポーズがいいっすよね。やっぱフィギュアとして映えますよね、やっぱこのポーズね。かっこいいもんだって。で、やっぱこのルフィの必死の表情ですよね。これ口閉じてるルフィもいいっすよね。ってこの歯をね、食いしばってる感じ。もう必死に相手に攻撃してる感じが再現されてて。めっちゃかっこいいっすわ。原作だとね、ちょっとこっちの背中からのアングルでしたもんね。こっちの感じで、ああ、そうだそうだ、原作こんな感じでしたもん。だーレオバズクってね、ドフルミングぶっ飛ばしてた。はい、というわけで D 賞ギアフォースのフィギュアでした。かっこよかった。はい、じゃあラスト上げていきたいと思います。 D 賞モンキー D ルフィギアセカンドマスターライザーエクスペース。いや、もうほんと楽しみにしてた。これめちゃくちゃかっこいい。あご前、はい横、はい後ろ、はい横。いや、マジで楽しみだったこれ。で、箱は2番目ぐらいに大きいかな。さっきのね、ギアフォースの方が箱は大きいんだけど、その次にでかいね、これは。さあ、開けていく。いや、ほんと楽しみにしてた、これも。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。待って、やばい。いや、俺なんか泣きそうなんだけど。良すぎて、やばいわ。いや、これマジでいいわ。いや、ほんと、もう決定版だと思う、俺、これ、このルフィのギアセカンド。いや、めちゃくちゃかっこいい。これもう、すごい。もう、ごめんなさい、語彙力ねえわ。無理無理、これもう、無理、喋れません。いや、最高にいいわ。いや、完璧だと思う、俺、これ。いや、前、横、うわ、後ろもすげえ煙。横、いや、待ってくれ、これ待ってくれ、ほんとに。いや、これちょっと良すぎる。俺、いや、ほんと俺楽しみにしてたんですよ、マジで。いや、ほんとこれ出るって分かった時から、もう絶対俺もこのために頑張ろうと思ってたから、もう直近まで。マジで嬉しいわ。いや、もう完璧っすね。もう言うことねえわ。もうマジで原作再現じゃないですか、これ。もう初めてさ、ギアセカンドルフィが使ったとこ。もうほんと完璧よ。もうこれなんも言うことねえよ。完璧すぎるよ、この頭の角度とかね。もう手の位置とか、煙の感じね。もうほんと原作もこんな感じじゃないですか、煙。いや、これまあ、神だわ。神すぎ。ちょっとルフィギアセカンド好きな人、これ神っすね。もう究極だと思う、これ。この髪の毛の感じとかね。もうマジで、原作やん。マジ原作そのままやん。で、手の感じも、うわ、血管も。もうこの筋肉も。もう全部何から何まで完璧。うわ、腕のこの血管もめっちゃいい。で、俺もね、もう痺れるのが、もうここポッケあんのよ、もう。マジで完璧だわ。ANS ロビーのルフィの衣装はね、ここポッケがあるんですよ。なんて言ったって、ここにルフィは弁当っつって肉入れてたんですよね。このポッケがある。もうこれがやばい、もうポイントが。高すぎ。最高すぎ。さっきのね、あのギアサードの時は、やっぱね、あれちょっとね、やっぱ体の部分がちっちゃいんで、
どうしてもね、そこがね、あれだったんですけど、いや、これ、ここがもう、個人的にはもう、神すぎるよ、マジ。めっちゃいいわ、この髪の流れ方とか、この筋肉の感じとか、で、この煙の感じね。もう、うわ、完璧すぎるわ。で、結構ね、ゴリッとしてますね。あの、艶やかな、つるっとしたね、今までのギアフィスのフィギュアとかは、やっぱあれはね、自由だから結構つるっとするじゃないですか、フィギュアも。ただやっぱここの時って結構こう、ムキッとするんですよね。だから筋肉の感じとか、結構この男性らしい骨骨しい感じとか、なんかそこがね、またね、良さですよね。やっぱね、ギアフィフスとかね、今までも新しいね、携帯のルフィが出てる分、逆にこの、ちょっと前のルフィは、あえてこう、筋骨隆々にするというか。いや、たまんないわ。確かにあの時、こんぐらいムキッとしてますもんね。いや、めちゃくちゃいい、マジで。完璧ですわ。で、こう、煙もすごいわ、ボリュームが。もう想像の何倍も煙あるね。もうね。確かにやっぱギアセカンド出た時ってやっぱこの煙が印象的でしたもんね。結構出るなっていう感じだもんね、ここ原作でも。いや、本当に原作ぐらいの量出てるもん、こうブワーって。いや、この煙とかこの流動するものをさ、やっぱフィギュアで表現するって絶対大変じゃないですか。で、それをこんなに最高な形で落とし込んでるのマジでいいわ。むちゃくちゃかっこいい、これ。あ、でね、この煙が出てるところがちゃんとこう尖ってる感じで、こっから出てる感。ね。いや、その辺のこのね、煙の出だしの部分とかもちゃんとね、作られてるんですよね。めちゃくちゃいい。でね、やっぱいいのがね、これちゃんと表情も作られてるんですよ。見えるかな？ちょっとごめんなさい、カメラで撮りづらいんですけど、こうね、ブルーノの方をちゃんとこう、意識して見てる、この眼光。このルビーいいっすよね。かっこいい、このルビー。めちゃくちゃいい、鋭いっすね。お前はもう、俺にはついてこれねえぞ。ギアセカンドのドーンの時の、こんな表情してんだ、カルフィーっていうね。もちろんこれはね、原作で描かれてる表情ではないんですけど、やっぱそれはね、確かにこの時のルフィこんな表情してそうですもんね。いや、そこの落とし込みをね、もうたまらん、マジで。で、個人的にマジでね、もうこう、うわ、マジかって思ったのが、これ床なんすよ。これ土台、床が、エリエスロビーの、ブルーノと戦った時の床、裁判所の屋上の床。もう完璧、この色、そう、水色っぽいね、この、水色っぽいグレーっぽい感じ。で、ちょっとザラつきがある感じ。マジで、ここなんよ。ここで戦ってたんよ、ルフィはブルーノと。もう、そこが分量高い。これ、クリアじゃないのが、もうマジで神。もう、これ、台座まであの、ワンシーンを切り取ってる感じ。もちろんね、個人的にギアセカンドに思い入れがめちゃめちゃ強いし、めちゃめちゃ好きだから、相当興奮してるんですけど、もう、そういったところも含めて、もう、神だと思う、これ。いやー、この、うわ、で、しかも質感がマジでさ、もう、あそこでしかない。あの、NS ロビーの、あの屋上でしかない。神だわ、ここ。台座も含めて神。で、煙の感じもマジであの時のね、小田さんの煙の感じだし。いやー、これすげえ。たまんねえわ。この拳ね、かっこいいね。いや、結構掃除でやっぱ今までのね、さっきまでの A、C、D 賞は結構ね、つるっとしてましたもんね、やっぱ印象が。で、やっぱ一番この本当にごっついね。この骨骨しい感じはすごい出てる。結構この足も含めて、足とか結構ごつい感じだわ。だからやっぱその辺でこう、緩急がね、このフィギュアシリーズ、この一番くじっていうこの ABCD を含めて、こうなんかこの何、なんつうんだろうね、このギャップというか、グラデーション作られてんのかなっていう印象もちょっと受けますね、個人的に。いやー、めっちゃいいわ。で、裏はね、普通にこの台座ですね。いや、マジでめちゃくちゃかっこいい、これ。いや、俺ほんと泣きそう、なんか良すぎて。いや、ここまでいいものはもう、やばいわ。嬉しい、本当に。本当に嬉しい。かっこいい。いや、本当にこれを出してくれて、これを作ってくれて、こんなかっこいい形に仕上げてくれて、本当にありがとうございます。本当に嬉しいわ、これ。いやー、躍動感すごすぎるわ、この煙の感じね。いや、動きがあるんだよな、このフィギュアなのに。なんかもう動いて見えるというか。いやー、すげー、勢いがすげーわ。はい、というわけで B 賞ギアセカンドフィギュアでした。いやもう最高だ。いやマジで生きててよかった。なんかそう思わされた。大げさだかもしんないけど、いや本当に本当に心の底から嬉しい今。いやよかった。ギアセカンド狙い撃ちするつもりか。よく狙って当ててみろ。ソルジェットミスル。おお、全く見えん。最高。はい、というわけで今回のフィギュアでございました。ちょっとマジ良すぎたな。良すぎた。いや、ちょっと待って。いや、うわ、どれもいいな。いや、でもやっぱ個人的にやっぱ思い入れがやっぱ強い。やっぱギアセカンドがやっぱ今回、一押しだな。いや、てか、いや、もう選べねえな。全部好き。もう、こうなったらマジ絶対ラストワン手に入れますわ。ちょっと皆さん、応援のグッドボタンお願いします。絶対にラストワンを手に入れていきます、高橋は。そんで全部並べて、また動画にします。いや、今回多分本当人気高いと思うから、ちゃんとゲットできるかな。というわけでラストワンの動画も見たいぜって方、ぜひ高評価お願いします。よろしくお願いします。
で、これ以外のね、フィギュア以外の賞も、まあもちろんいっぱい当たってますんで、またそれは個人ちゃんかな、たかしのお家の方であげるか、もしかしたらタビちゃんの方でちょっとあげるかな。まあどっかであげます。ぜひそれもね、見てください。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。次も見てください。明日も楽しもう。またねー。もう最高すぎた。ルフィ大好き。25周年おめでとうございます。前向いて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,